倉本誠一君。委員長。倉本君。日本維新の会の倉本誠一でございます。本日は 質問機会いただきましてありがとうございます。今日はですね、予算委員会の1月31日の、集中審議、そこでお聞きできなかった、エネルギー、半導体、そしてエネルギーでも原子力と石炭ガス火力、こういったことについて、大臣に、そして政府関係者の方々にお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、エネルギーにつきまして、まず石炭ガス火力でございます。お配りしました資料1枚目でございます。こちらはですね、石炭化、燃料電池、石炭ガス化燃料電池複合発電というシステムを、示しております。これちょうど私が大学院生の時に1990年頃エネルギー総合研究所の研究文献を読みまして、たまたまその時にすごく面白い、そして興味ある発電だなと思いまして、合わせてですね、水素ガスを一緒に生成する、今水素燃料が必要となりますが、この水素ガスを一緒に生成する、発電であると、大変、原子力とともに有望な、未来のエネルギーであるというふうに考えておりました。一方でイギリスで先般行われました気候変動に対する国連の会議 COP26、 こちらでですね、ちょっと読み上げますが、温室効果ガスの排出削減対策が講じられていない非効率的な石炭火力発電所の廃止を盛り込んだ声明が発せられました。ここで今回のこの声明でございますが、廃止対象、排出削減対策の講じられていない石炭火力となってますけれども、では、排出削減対策が取られている石炭火力というのはどういうものなのか、例えばですね、今挙げました石炭ガス化、燃料電池複合発電、そこに、CO2 を分離回収する装置をつける、こういった総合的な発電システム、まさにこれはですね、二酸化炭素を排出抑制するものであります。で、効率的であります。こういったものについては、まずこの COP26 で、示された、排出対策が行われ削減対策が講じられているのか講じられていないのか、それも含みまして、どういったものが、この、講じられて、二酸化炭素を分離回収して排出を抑えている石炭ガス化、講じられている効率的な石炭火力発電としてはどういうものか、環境省の方からまずご説明をお願いします。環境省、小野地球環境局長。お答えさせていただきます。委員からご質問ございました排出削減対策が講じられていない、講じられている、どういう線引きなのかということかと思いますけれども、この明確な線引きというのは、国内的にも国際的にもですね、詳細な線引きというのは明確に定まっているわけではございません。ただ現時点におきましては、二酸化炭素の排出を実質的に削減する対策が取られているものというのが、排出削減対策が講じられていると。というふうに解釈しておりまして、例えばその高効率な石炭火力ということだけでは、排出削減対策が講じられているとは言えないのではないかというふうに考えております。申し上げましたように、国際的にもですね、この線引き、明確な線引きは、現時点では存在しておりませんけれども、例えば昨年の G7 議長国である英国では、CCUSについては、その排出削減対策の例示として、挙げているところでございます。はい、以上。菅本君。はい、ありがとうございます。もう一度ここに、資料をお見せしますけれども、こちらの、向かって左側ですかね、この今ネドとですね、電源開発さん、そして中国電力さんが一緒に進めている、大崎クールジェン複合発電、これ広島県の大崎上島というところで行われているんですけれども、これはですね、まさに CCS を組み込んだシステムであります。
プラス、そこで石炭をガス化することによって水素ガスができます。で水素ガスをまた水素燃料として使って燃料電池で複合発電する、こういったものはすごく効率的でありまして、また、効率も7割ぐらいいきます。で CO2 も9割以上、回収します。すごく効率がよく、そして排出削減に講じられたシステム CCS を組み込んだものだというふうに私は考えておりまして、こういったものはですね、ぜひ全国展開していただきたいなと思っております。今環境省さんの方から、CCS を組み込んだというご発言がございましたので、まさにこれがそれに相当するものだろうと、ならばこれをですね、アフターコロナの起爆剤的なですね、経済活性のための、一手段として考えていただけないかなと。例えば今広島県呉市、これ集中審議でもお話ししましたが、日鉄さん関係の製鉄所が149万平米あります。これが全部廃止になります。まさにここはですね、平地もありますし、すごく船下ろしも簡単であります。こういったところにですね、すぐにでもですね、こういう発電をシステム、今電力が足りなくなります。そういった意味で、5年10年の計画を持って、全国展開、またこういうところに、設置してみたらどうか。いや、これはですね、本当にこの岸田政権における、経済の起爆剤となると私も確信してますので、いかがでしょうか。経済産業大臣の方からお願いいたします。萩生田経産大臣。石炭ガス化燃料電池複合発電、いわゆる IGFC はですね、従来の超超臨界圧の石炭火力発電に比べ、CO2 排出量を約3割削減できる、まさに最先端の技術だと思っております。でこの技術の開発を加速すべく、現在広島県大崎上島において IGFC の基礎技術を開発しており、2030年代の実用化を目指しております。今後はこの取り組みを土台として IGFC の実用化を見据えた実機での実証試験を来年度に開始したいと思っております。2050年に向けては IGFC のような革新的な石炭火力を含め、水素アンモニアや CCUS などを活用し、石炭火力を脱炭素型の火力に置き換える取り組みを加速することで、カーボンニュートラル実現を目指してまいりたいと思います。私も先生のご指摘のとおり、非常に注目すべき技術だと思っておりますので、一日も早い実用化に向けて努力をしてまいりたいと思います。はい、以上、白本誠君。心強いご発言ありがとうございます。まさにこれ実用化段階にも来てます。もうすぐにでも石炭化ガス、火力発電の方はすぐ行きます。また、CO2 を吸収回収あ分離回収することもできております。そういった意味で、政府の方で全国展開も含めて進めていただきたいと思います。続きまして半導体の方に移らせていただきます。2枚目の資料、配布しております資料でございます。冗談でありますけれども、熊本の新工場について、ちょっとお聞きしたいと思います。熊本に新工場を建てる、これは、今不足する半導体を、しっかり供給するという点では私は本当に大切だと思っています。しかしながら、ここに作る発電、半導体の工場が1世代2世代もちょっと古いんじゃないかなと。線幅20ナノメーターという半導体工場で、今年台湾では2ナノメーターの半導体工場を作ろうという計画があるというふうに聞いております。1ナノメートルって皆さん技術系の方は分かってらっしゃると思うんですが、すごくなんか普通の慣れない単位でありますけど、例えばちょっとここで失礼ながら、1ナノメートルというのは10のマイナス9乗、1メートルの1000分の1を、3回繰り返す。1メーターの、1000分の1が1ミリメートル、1ミリメートルの1000分の1が1マイクロメートル、1マイクロメートルの1000分の1が1ナノメートルです。でこれですね、実際のところを言うと原子間の距離っていうのがだいたい 0. 数ナノメートルで、ほぼ数ナノメートルの線幅、これが技術的には物理的にはギリギリのところなんですね。ですので、線幅のこの、VLSI 競争というんですけれども、こういった競争をするのはもう限界が、来てるんですが、しかしながら今回熊本に作るものは1世代2世代前の工場になってます。今いるんですが、次にじゃあ政府はこの熊本、そして全国の半導体工場を、半導体の、
開発企業をどう支えていこうとするのか、そこをぜひともお聞きしたいんですけれども、その点で、もう一度ですね、下の方にもう一点資料の下の方に書いておるんですが、もう一点気になるのが、半導体を作る人材であります。半導体を開発する、そして半導体のその人材を育成する、その指導者、今、海外に流出していると、これは皆さんご存知の通りと思います。なぜか、やはり一人当たり年間の収入が5000万とか6000万とかヘッドハンティングされてまして、日本から本当に半導体の最先端を開発しようとする方々がいなくなっている。すごくこれは大変、海外から、そういう方々を戻してくるというのは厳しい状況です。けれどもこれからですね、日本がまた半導体立国、もう一度立ち直るためには大変、ここをなんとか乗り切らなきゃいけない、そこで、手短にお聞きしたいんですけれども、熊本に作る半導体工場新設されます。この工場について次にどういう支援をされるのか、今年ではありません、来年、再来年、5年、10年、どういう指導をされて、支援をされていこうとされているのか、またどういう今後ですね、戦略で半導体を盛り上げていこうとするのか、その展開、まず教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。萩生田経産大臣。今回台湾の TSMC が日本のソニーの半導体関連企業とともに新たな工場を設立を、新たな会社を設立をし、そして新たに整備を計画している国内拠点で製造される半導体は、産業用の最先端の半導体であり、5G 通信を行う自動車や産業機械など多岐にわたる領域で用いられることになります。先端半導体の国内製造拠点について政府として支援を行うかはまだ決まっておりませんが、現在我が国はこうした半導体の製造能力を有していないため、その製造能力を獲得することで国内製造業の需要に応じて安定供給体制を構築する意義はまず大きいと思います。でその上で、一般的に半導体製造拠点は1兆円規模の初期投資を行った後、そこから上がる収益を使って追加投資に充てていくことで、その数倍の投資に拡大していくことが特徴です。でまずは今回のこの TSMC 関連の日本でのビジネスが順調に立ち上がり、しっかりと根付いた結果、2投目以降に拠点が拡大していくことを期待をしております。でそのためには、国内における先端半導体のユーザー企業の育成、アカデミアや地場産業との連携を深めることが重要であり、政府としても支援をしてまいりたいと思います。他方、今回の国内製造拠点の整備はあくまでも我が国の半導体産業の復活に向けた取り組みの第一歩でありまして、将来的に我が国が次世代の半導体製造基盤を獲得すべく、研究開発にも並行して取り組んでいく、具体的には今回の補正予算において日米連携による2ナノメートルよりも微細な次世代半導体の製造技術などの将来技術の研究開発のために1100億円を計上したところでございます。先生、作っていただいた資料がまさにすべてを言っていると思うんですけど、ややもすると、なんかその工場にお金を投じてですね、で国内で使う半導体を確保するためにやってるんだという、非常に簡単に報道される記者もいらっしゃるんですけど、はい、よく考えてですね、今回まさに日本国内で半導体を当然作ることも大事です。そして今先生おっしゃったように、10ナノ台あるいは20ナノ台っていうのは、ある意味一世代前じゃないかっていうご批判をいただくこともあるんですが、日本の基幹産業である自動車などは、引き続きこの20ナノ台をずっとしばらくは使っていくと思います。したがって技術進歩によって1ナノ台すなわち1桁ナノ台の半導体もこれから世の中に出ていくと思います。はい、でそれは必要なんですけれど、今おっしゃったようにもう1988年に、トップを走ってた日本がですね、その後後退をしてしまって、この20ナノ台でさえもう10年以上日本国内でワンチップも作れないという環境がずっと続いてきました。したがって1ナノ台の半導体にももちろんチャレンジしていくわけですけれど、じゃあ誰が作るんだと、誰がプログラミングするんだと、
こういうこともありますので、人づくりというものも一緒にセットでやっていくということが極めて大事だと思います。先生のキャリアを見ますと、博士課程まで学ばれたと思います。いきなり博士になる人いないんですね。やっぱり修士も経て、あるいは学部でも勉強して、そしてやっていくわけですから、まずはこのミッシングピースになってしまっている20ナノ台が作れる人たちをしっかり作っていく。その上で昨日幸いに発表ありましたけど、10ナノ台もこの熊本では作ることを決定しましたので、20ナノ台、10ナノ台、そして1桁ナノに向かって国内できちんとですね、作れる環境というのを作っていきたいと思いますし、同時に半導体の前工程と後ろ工程では非常に日本が強みを持ってました。真ん中が作れなかったので、この前と後ろの工程についても当然人材や技術も磨いてですね、まあ、大げさに言えばもう一度その半導体で世界を先頭走れるぐらいの戦略的な人材育成、技術革新、そして設備投資、こういったものをセットで行ってですね、かつての日本が先頭を走った半導体、こういった環境を取り戻していきたいと思っております。はい、以上。空本君、大臣ありがとうございます。明快なお答えで本当に力強いと思います。ただしですね、実は経済産業省の皆さんは優秀な方ばかりです。それは分かってますが、約10年前ですね、同じような質問をこの第7分科会でやりました。残念ながらその時、本当に半導体産業を盛り上げていれば変わってた。示しております資料の3番4番大変僭越でありますが、私がですねちょうど10年前に、経済産業省の、当時の情報通信機器課長の磯本さんに提案させていただきました。また、元通産事務次官の小玉さんにも、なんとかこういうのを盛り上げてもらえないかと。でプラス、東芝側としては、当時、日商会頭の岡村さん、そして東芝の、半導体のトップの室町さん、副社長でした、その時は、そういった方々に、東芝ならば、その当時、実は半導体、フラッシュメモリーですごく勢いありましたので、なんとか盛り上げる、盛り立てることはできるんじゃないかなという構想を持ってですね、見ていただいて、総合メモリー、メーカーを作る、そしてファウンドリーを作る、そして、それとはファブレスファウンドリー、こういったものを一体的に日本で、構築していくならば、日米同盟を含めながら、しっかり、半導体産業を日本、米国と一緒に盛り上げることができるであろう、その中には、中流や下流のエンジニアの方々をしっかり支えながら、そういった方をですね、半導体、のメーカーに、設計者も含めて一緒に技術移転するなり、また派遣するなり、いろんな手があったんですよ。しかしながら、約10年前、2012年ですが、経済産業省の方々は聞いてはいただいたと思うんですけれども、残念で、全く動かなかった。で、私、この委員会で、分科会で、次のような発言をさせてもらってます。半導体は、今後も国際的に大量需要が見込まれるスマートフォンなど、情報通信機器などはなくてはならない極めて高い品質と技術製品であって、我が国にとって大変重要な戦略的な製品でもありますと、私はここで大臣に質問してます。意見させていただきました。その時に大臣からは、世界の自動車やエレクトロニクス製品の生産に不可欠な国際的なサプライチェーン確保の観点からも重要な産業であると考えておりますと発言されて、頑張るという意思を示してはいただきましたが、それ以降全く動いていない。でちょうどその時ですね、私の選挙区の中に LP ダメモリー、私の事務所から車で走って5分10分のところに巨大な、DRAM の半導体工場、今、LP ダメモリーが倒産しまして、そして、米国のマイクロンという会社が今本社を置いて今開発生産をしていただいてます。なんとか、DRAM とフラッシュメモリーは日本にあります。ただし、韓国勢とか台湾勢とか負けてます。そういった意味で、メモリー、そしてプロセス半導体、昨日自民党の、山本議員から、パワー半導体の話もありました。そういった
半導体全体を見てですね、いろんな半導体があります。いろんな半導体をどうやってこれから、この国で作り開発し支えていくのか、まあ、金もいります、人もいります、そして、開発拠点も必要になります。今経済産業省、産総研、いろいろ立派なところはありますが、まだまだこれからかなと、そういった意味でぜひこのご支援をいただきたいと思っております。実際、これからですね、先ほど、数ナノオーダーの線幅の、ものは作られると、これから日本でも開発していくということをおっしゃっていただいた、それはすごく心強いです。で、次に、じゃあ数ナノの後は 何なのか、先ほど言いましたけど、原子と原子のこの距離っていうのがありまして、これがだいたい 0.1 数ナノメートル。10のマイナス10乗、オングストローム単位、まあ、技術系の方もいらっしゃるんで、もちろん分かってらっしゃる、そのオーダーになりますと、もうトンネル効果やって、簡単に電子的にやり取りはできない、なると今度は光です。で、私自身、大学の時代、学生時代に光関係、まあ、放射線をやったんですが、原子力をやったんですが、放射線、光っていうのは波です。波である一方、量子的に今度は、玉、光子でもあります。で、私もフォトンカウントといいますか、一個一個光をカウントしてた、そういった光増、光電子増倍管とかですね、フォトダイオードとかそういったものを使ったり、光ファイバーを使ったり、まあ、レーザーダイオードを使ったり、いろんなことをやってきました。次なるものはやっぱり光なんですね。で、この戦略をしっかり、この次の世代の半導体戦略に取り込んでいただきたい。これ質問、質問の通告はしてないんですが、これはぜひちょっとお聞きしたいので、大臣の方から一言だけ結構お願いします。萩生大臣。まず先生が10年前に国会でですね、このような議論をしていただいたにもかかわらず、まあ、時計の針が止まってしまった、これは非常に残念だったと思います。で、私実は 5G の改正法案を提出する際に、なかなかその政府って過ちを認めなかったんですけど、これはもうお詫びをして、失敗したことをしっかり認めた上で、国民の皆さんにご理解いただいて、予算を使わせていただこうということを宣言してですね、国会の中でも何度も謝罪を申し上げました。これは大変なことで、当時判断をした歴代の大臣の決定が間違ってたということを言わなきゃならないわけですから。しかし、振り返ってみて、やっぱりこの半導体分野については、私は間違っていたと思います。国内でものづくりができる、まさにものづくり日本と言いながら、実は国内では何も作れなくて、海外のサプライチェーンに依存しなければ、最後、メイドインジャパンの製品作れないということは、今回、まあ、図らずもこのコロナを経験したことで、すべて露呈されてしまいました。したがって、自立性の高い、自己完結できるものづくり国家に変わっていくためには、その まさにその米ともいえる半導体を持ってなかったら、これ、次へ絶対いけないと、こういう決断の下で、今回の判断をしました。同時に、岸田内閣では新しい資本主義、今までは政府はですね、研究開発まではお金を出すけれども、民の企業にお金を出すっていうのは、これは超えちゃいけないウォールがあるっていう、そういう感覚だったんですけど、もはや世界を見てみるとですね、民にも投資をする、しかしその投資は国民にリターンをしてもらうっていう、こういう新しい概念で資本主義を進めていこうというのは、その象徴的なまさに一つがこの半導体だと思っておりますので、そこは10年前のその失敗をですね、繰り返さないようにしっかり頑張っていただきたいというふうに、頑張ってまいりたいと思いますし、先生も失敗しちゃったことも原因の一つかもしれません。続けてやっぱり我々国会議員が責任を持ってこういう事業をやっていくことが大事だと思っています。で、その上で光電融合についても今回補正予算で開発研究を認めていただきました。一本足じゃなくて多層的に次の時代をしっかり見極めて日本の科学技術を持ってものづくりを進化させていく、こういったことは常に検討を加えていきたいと思ってますので、おっしゃるような新しい技術も含めて、まさに光については日本は強いわけですから、これを最終的にどうやって使うかということも含めて、研究開発はさらに進めていくことは改めて力を入れて頑張っていきたいと思っております。白本誠一君。はい、ありがとうございます。ナノフォトニクスというんですが、しっかりとお願いします。そして今から原子力、私の実は専門でございまして、まず
岸田総理にちょっとお聞きできなかったんですが、まず簡単に原子力の一番大事な問題、プルサーマルと核燃料サイクル、岸田政権においてはどういうふうに取り組みされるか、推進されるか、大臣からお願いいたします。萩生田大臣。第6次エネルギー基本計画でも閣議決定されたとおり、高レベル放射性廃棄物の減用化、有害度の低減、資源の有効利用、また、などの観点から使用済み燃料を再処理し回収したプルトニウムなどを原子力発電所において再利用する核燃料サイクルを推進することが政府の基本方針です。この方針を踏まえ、関係自治体や国際社会の理解を得つつ、プルトニウムを MOX 燃料として利用するプルサーマルや6カ所再処理工場の竣工に向けた取り組みを推進するなど、引き続き核燃料サイクルを着実に進めていくことが基本方針でございます。はい、以上。園田君。はい、ありがとうございます。プルサーマル核燃料サイクル今止まっております。そうした意味で、プルトニウムがまだまだ、余ってきています。こういった意味でやっぱり核セキュリティの観点からも大事でありますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして、5枚目の、資料でございます。小型原子炉、これから政府が開発を進めて推進していくと、おっしゃっております。私自身小型原子炉、東芝で技術開発しているときにもいろいろこういう話は聞いておりました。新型炉という形で聞いておりました。これで一番難しいのは、小型になるとすると核セキュリティの問題、核物質防護 PP、安全、安全審査、そして保障措置、こういったものが全く新しくなっていく。こういった意味でまだまだこういう分野はこれからだと思いますけれども、原子力規制庁の方でこういったものに対する取り組みっていうのは今どうなっていますか。お聞き、はい、原子力規制庁佐藤核物質放射線総括委員官。はい、お答えいたします。お答えいたします。委員がただいまご指摘されましたように、新しく開発されています小型原子炉、こちらについてはさまざまな課題があるというふうに認識しております。その中でも小型原子炉に対する安全規制についてでございますけれども、現在国際機関や各国規制当局間で新しい規制上のアプローチを含めた議論が進められているところでございます。私ども原子力規制委員会としては、こうした国際機関などの議論に参加するとともに、各国の規制動向の把握に努めているところでございます。はい、以上。白本誠君。小型原子炉というのは全く新しい概念でありまして、また小型になると定期検査なんかもすごく難しくなります。というか、中を開けられない状況になって、私自身、溶接検査とか、実際の女川発電所、浜岡発電、また福島、柏崎、こういったところの定期検査、そういった機器設計的なものもやってまいりました。そういった意味ですごく難しさがありますが、そういった意味で、セキュリティの観点からもしっかりと取り組みをお願いしたいと思います。そして、もう一点、時間があまりありませんけれども、資料の方の中段、下段にございますが、日本において失われつつあるもの、それは何かというと、やはり、人であります、またこちらの原子力の人材であります、また開発するもの、特にですね、私、心配しているのは、実は放射線検出器なんですね。廃炉するにあたっても、サーベイメーター、放射線検出器は絶対必要になりますが、国内、今、アロコさんとか日立さんとかありますけれども、だんだん国内生産が疎くなっていく。で、研究開発するにあたって、人材を育成するにあたっても、研究炉というのがなくなって、私も東京大学の弥生炉で、原子炉実験やったり、臨界を体験したり、そういったことをやってきて、実際、規制するときには、そういう研究施設も必要になってきます。そういった意味で、最後ですね、こういう人材育成の、その施設、人、研究機関、さらにはこういう体制、文科省と大臣の方から、続けてご回答といいますか、ご見解いただきたいと思います。まず文科省さん、お願いいたします。はい、文科省、堀内大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり、近年原子力分野の人材育成をめぐる状況はですね、大学における原子力関係学科専攻や原子力専門科目の開講数の減少、それから原子力関係の大学教員数の減少、さらにですね、稼働している試験研究炉の減少となどのですね、課題に直面しておりまして、我が国の原子力分野を支える基盤の脆弱化がですね、懸念されている状況にございます。
そのためですね、人材育成を効果的に進めつつ、基盤となる原子力施設の維持強化などですね、取り組むことが一層重要と考えております。こうした状況も踏まえまして、文部科学省では大学や高等専門学校が研究機関や企業等と連携をして、横断的に原子力分野の教育研究を行う体制をですね、構築する取り組みを進めてございます。さらに大学やですね、研究機関等が保有する試験研究炉は、研究及び実習、実験的教育を行う場として、我が国の原子力分野の研究開発や人材育成の基盤的な役割を担っております。そのため、研究開発及び人材育成を支える基盤を中長期的に維持していく観点から、福井県文殊の敷地内の活用をですね、しました、新たな試験研究炉について検討を進めてございます。文科省としましては引き続き産学官の連携により、我が国全体の原子力基盤の維持と人材育成にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。萩大臣、一言。まあ、じゃあ時間がないんでちょっと詳しく話しませんが、文科行政を最も詳しい経産大臣としてしっかり連携しております。ありがとうございました。これにて白本誠一君の質疑は終了いたしました。ありがとうございます。次に